白露は日本海軍の駆逐艦。1944年6月中旬、マリアナ沖海戦を目前にタンカーと衝突して爆沈した。本艦は伊東駆逐艦白露型の一番艦である。この名を持つ日本海軍の艦船としては、神風型駆逐艦、白露に続いて二隻目。白露とは炉の微笑のことで、小倉百人一首第37番には、ふんや朝の作として、 白露に風の吹きしく秋ののは貫き止めぬ玉図を散りけるが収められている。初春型駆逐艦は当初12隻が建造される予定であったが復元性能不良が判明し設計を変更した艦型が有明型駆逐艦である。白露は佐世保交渉で1933年11月14日に寄港。同年12月15日初春型駆逐艦有明。 夕暮れは初春型から除かれ、一等駆逐艦、有明型が登録された。同日府で建造中の有明型三隻に、大使それぞれ、白露、しぐれ、メの感銘が与えられる。1934年11月19日、有明型駆逐艦は、登録を抹消されて、有明、夕暮れは初春型に戻り、新たに白月型駆逐艦が新設。 有明型三番艦だった白露は同型の一番艦となった。1935年4月5日に浸水。1936年8月20日に竣航した。同年10月上旬北海道で陸軍特別大演習が実施されるにあたり、昭和天皇は戦艦、比叡をお召し艦として横須賀から北海道へ向かうことになった。 竣行したばかりの、白露、しぐれは、おめし館、比叡の部部館に指定され、9月24日から10月12日まで、同館と行動を共にした。この北海道行行後も、比叡、白露、しぐれは、行動を共にする。二席は1936年10月29日、神戸沖で行われた、昭和11年特別大演習館館式に参加。再びおめし館、 比叡または、アタゴのグブ艦となり、10月30日の比叡横須賀期まで特別任務を遂行した。1938年、第27駆逐隊が編成される。白露型2隻と初春型2隻の混成部隊であった。太平洋戦争開戦時、同隊は、第1艦隊第1水雷戦隊に属し、柱島白地に所在していた。 山本五十六連合艦隊司令長官の座上する戦艦長と道の区等と共に小笠原近海まで進出している。なお機関、阿武熊及び第一水雷戦隊所属の第十七駆逐隊は長雲機動部隊の警戒部隊として新珠湾攻撃に参加しており第十七駆逐隊とは別行動であった。百四十二年一月中旬、白露。 しぐれは、第9戦隊の指揮下に入り、台湾方面への輸送戦団を護衛した。5月、産後海海戦に参加。6月のミッドウェイ海戦では中途まで出撃した。7月中旬、艦隊の編成が変わり第27駆逐隊は、第4水雷戦隊に所属する。8月、第27駆逐隊は、マーシャル諸島で活動。8月17日のアメリカ軍による、 マキン奇襲上陸を受けて、白露は、シグレと共に、増援の陸戦隊を乗せ翌日トラックを出撃し、8月21日に、マキンに到着して、陸戦隊を上陸させた。9月2日、アパママを占領。以後、シグレと共に、ガダルカナル島輸送作戦に7回従事。10月24日、ガダルカナル島米軍ヘンダーソン飛行場に対する、日本陸軍攻撃に 日本海軍は陸上支援及び脱出前艦隊攻撃のため小規模の艦隊を派遣した。白露は第六駆逐隊司令、山田祐介大佐の指揮下に入り、第六駆逐隊と共に突撃隊を編成。他に第二攻撃隊、輸送隊等がガダルカナルトルンガ白地への突入をきとして行動を開始していた。突撃隊三隻は25日朝に、 ルンガ博地への突入に成功、軽巡洋艦一隻駆逐艦一隻撃沈を報告。実際は駆逐艦全員に対し損傷を与え、艦隊衛船セミノール、沿岸小海底、YP-284 も撃沈という戦果を挙げた。一空襲を受けるが三隻とも重大な損傷を受けることはなかった。だが、第二攻撃隊は、 SBD ドーントレス急降下爆撃機と B-17 型爆撃機の波状攻撃を受け、ユラ沈没、秋月中波、サミダレ小波の損害を受けた。4水戦機関は、秋月よりムラサメ、メ続いて、朝雲に変更された。その後、11月12日に、第3次ソロモン海戦に参加。第27駆逐隊は、 ガダルカナル島とラッセル諸島間の警戒が任務だったため、低新艦隊の後方を航行しており、大混戦となった第三次ソロモン海戦第一、夜戦には参加していない。同野戦において、第2駆逐隊より、夕立が沈没している。13日、白露は、第16駆逐隊、雪風、正月、しぐれ、夕暮れと共同し、第一夜戦で、 火事故障の損傷を受けた戦艦、比叡を護衛した。白露は、機銃装車で、若干の損傷を受けた。午後になり、第27駆逐隊は、航行不能となった、比叡の来撃処分を命じられるが、発射直前に、しぐれに、中止命令が出される。実行されたかどうかは不明。続いて、白露は一時的に、第18戦隊の指揮下に入る。 パプアニューギニアのライに対する輸送作戦参加を命じられ、第27駆逐隊領艦と分離した。輸送隊は第2駆逐隊司令、立花の正尾大佐を指揮官とする駆逐艦5席で編成されていた。11月23日2100分、白露以下輸送隊はラバウルを出港し、ラへ向かった。24日18時以降、輸送隊は、 米軍機の必要な夜間空襲を受けて、第15駆逐隊の早塩が大破、大火災となる。早塩乗組員を各艦で救助した後、白露は早塩を砲撃により処分した。輸送作戦も失敗に終わる。次の任務は無内輸送作戦であった。第10区畜隊司令、安倍敏夫大佐を指揮官として、駆逐艦4隻は11月28日19時に、 ラバウルを出撃する。進撃中の29日昼間に輸送艦隊は B-17、ガタ爆撃機の空襲を受ける。白露は直撃弾と資金弾により全部が大破し、戦隊切断の危機に瀕した。戦死者6名へ。剣運も資金弾により損傷し、輸送作戦は中止された。次の輸送作戦のため、剣運は白露に雪原すると便乗陸軍兵を受け取り、 剣運、風運は先行して、ラバウルへ帰還した。白露は、春雨、夕雲に護衛されて夕刻に、ラバウル期。闘病できないため、白露は、軽巡洋館、天竜に雪原して停泊した。ラバウルで、王宮修理を行った後、12月19日土地発、22日トラック白地、帰還。工作館、赤石で修理を行うなどして、 1943年1月はトラック白地で待機。1月24日、姉妹艦、春雨は空母、巡洋航空待基地要員を上枠へ輸送中に、米潜水艦、和風の雷撃で大破、格座した。2月16日、白露は影楼型、ノアけとともに、トラック白地を出港して内地へ向かうが、悪天候の中で修理した、電気溶接の部分に亀裂が生じてしまう。 19日12時、二隻はサイパンに緊急退避。上級司令部の命令で、野和家は先に横須賀へ帰還したので、応急修理を施した、白露は25日短間でサイパンを出港する。3月2日佐世保に帰還する。全部船体を切断するなどの修理作業が長崎で7月まで行われた。白露の修理中も選挙区は動いていた。7月12日、 コロンバンガラ島沖海戦に参加した第2、水雷戦隊司令部は、司令官、伊崎俊二少将及び司令部要員ごと、機関、人数と共に沈没した。そこで、日本海軍は消耗していた第4水雷戦隊を、解体し、同体戦力と司令部をそのまま、第2水雷戦隊に転用した。これにより、第27駆逐隊も、第2水雷戦隊所属となる。また、シグレが、 クレの雪風、佐世保のシグレとを歌われるようになったのも、この時期である。だが7月20日、第2 7る両艦夕暮れが、米軍機の空襲を受け沈没。7月24日、2 7る両艦有明が座礁後に空襲を受け沈没。10月15日府で、第27駆逐隊から除籍され、胴体は、シグレ、白露の二隻になってしまった。同時期、 第2駆逐隊も、夕立、紫を喪失して、春雨、サミダレの二隻体制となっており、7月1日不動隊解体。その後、サミダレは10月1日府、春雨は11月30日府で、第27駆逐隊に編入された。ここに、第27駆逐隊は白露型4隻で行動することとなった。修理完成後の、白露は、再び、 ソロモン諸島方面に進出、シグレ、サミダレと合流した。11月2日、第27駆逐隊は、第3水雷戦隊の直卒で、米軍巡洋艦部隊と交戦する。本海戦で、白露は零零後に資金弾により火事故障、そのため、サミダレと衝突して損傷し、白露は最大速力16ノット、サミダレは20ノットになった。ラバウル駅頭後、シグレ、 白露は第5戦隊を護衛して内地駅等佐世保交渉で修理を行った。1944年1月以降、戦団護衛等に従事。2月には大和型戦艦、武蔵の護衛を複数回にわたって行う。2月10日トラック14日横須賀。24日横須賀29日パラオ。24日悪天候の中で白露1番砲塔省順口が破損。 修理中の少尉候補生1名が波浪にさらわれ行方不明となった。3月29日、連合艦隊司令部はパラオ大空襲を回避するため、主力艦をパラオから脱出させた。武蔵、アタゴ、鳥海、高尾、春雨、白露、万潮、藤波、浦風、磯風、谷風、浜風は外洋へ出る。ところが武蔵は米潜水艦、 タニーに襲撃され、巨雷一本命中により勝破。連合艦隊司令部は、武蔵の名を第17駆逐隊から、白露、藤波、万潮に入れ替え、武蔵を含む4隻を遅れへ開港させた。5月下旬より、第27駆逐隊は、ビラク島への輸送作戦に加わる。6月2日の第1次、今作戦では、戦艦、扶桑、従順洋艦、青葉、 ハグロ、妙高等と出撃したが、米軍出現の情報により、ソロンに入港した。6月7日、美薬島造園のため、第2次、今作戦20時、陸軍部隊を乗せた、駆逐艦6隻とソロンを出発するが、第27駆逐隊司令官春雨が、米軍爆撃機の攻撃で沈没、駆逐隊司令白浜星7大佐が戦死した。ハクロも、 機銃奏者を受け4名戦死、5名の重傷者を出した。戦闘終了後、両艦と共に春雨乗組員を救助する。8日に美薬島北西で巡洋艦3隻、駆逐艦14隻で編成された米艦隊と交戦する。しぐれ、サミダレ島が勝破し、増援作戦は中止された。白露は巨雷8本を発射したが戦果はなく。第27駆逐隊は、 米艦隊の砲撃を振り切って退避に成功した。6月15日未明、輸送船団を護衛していた白路は船団中央不要意に旋回運動を行い、輸送船、新洋丸と衝突。爆雷誘爆により約3分で沈没した。経過は以下の通り。アゴ作戦発動に伴い、第 27× 駆逐隊を呼び、駆逐艦、浜風、響き、 周想は、第一補給部隊の護衛を命じられ、6月14日に、ダバを出撃して、小沢機動部隊本隊との合流地点へ向かった。護衛時の隊形は、第17駆逐隊、浜風が、先端戦闘にあって、浜風右斜め後方 1km に、日英丸、浜風左斜め後方に、国陽丸、浜風 2km 後方に、新陽丸が位置し、 船団右側の日英丸と左側、国用丸の距離は 1km、輸送船3隻は船団航行方向に対し逆三角形に配置されていた。さらに、日英丸右辺 1.5km に、響き、国用丸左辺 1.5km に、白露、新用丸の右辺後方を、しぐれが、同船左辺後方を、周騒が警戒していた。 6月15日午前2時40分、ミンダナオ島北東海面は、天気明暗、月齢23.7、くも割りて暗黒なりしも12センチメートル双眼鏡にて1500メートルまで、繁営を任命とくたりという状況であった。船団は、速力14ノットを発揮していた。同時刻、白露は、米潜水艦の来撃を回避中に、船団内を横断することになり、タンカー、 新陽丸と衝突する。白露は、爆雷と全部弾薬庫の誘爆により、海上で、炎上、2時43分2時47分の間に、沈没した。当時の状況について、給油船、日英丸の事故報告書は、白露は日英丸の前地を右より左に横切り、日英、国用の間を反転し、さらに、新陽の前を右より左にコース5000とセリしか、 あるいはそのまま反抗戦時としてあるもののごとく、その最新用丸右に回答せしめたため新用丸の監視にて衝撃せられたるなるべし、0241より、約3分間にして沈没せり時後約1分間、海上に火災、あり爆雷1個爆発せりと報告。以下のごとくの処刑を報告した。白露の生存者は、第17駆逐隊、浜風等に救助された。浜風によれば、 スコールを抜けたところ、白露の姿がなく、騒動となり、浜風は補給部隊司令官の命令により反転救助へ向かう。すると、白露水雷長が投げ込んだ訓練用魚雷の明かりを発見、午前6時以降、全力で救助作業を行ったという、生存者巡視官以上12名、下詞官兵143名、沈没地点、日英丸戦闘商法によれば、 事故発生地点は、または、なお、白露と衝突した、新陽丸は、浸水被害を受けたものの重大な損傷とはみなされず、そのまま、第一補給部隊として、マリアナ沖海戦に参加した。6月20日、新陽丸は、米軍機動部隊艦載機の空襲を受け損傷し、護衛の第17駆逐隊、撤風により来撃処分された。8月10日、 白露と春雨は白露型駆逐艦第27駆逐隊帝国駆逐艦席より除籍された。なお、白露春雨除籍から間もなく、サミダレは8月18日にパラオ近海で座礁26日に米潜水艦の雷撃を受けて大破放棄された。10月10日府で除籍しぐれ一隻のみとなった第27駆逐隊も解体された。 十隻が建造された白津湯型駆逐艦はこの時点でしぐれ一隻となっていた。艦長たちの軍艦誌301から303ページによる階級は就任時のもの。天谷義重昇九1935年8月15日から1936年6月1日、天谷義重少佐。 1936年6月1日から1936年12月1日、福岡徳次郎少佐。1936年12月1日から1937年12月1日、谷井智少佐。1937年12月1日から1938年8月2日、勝見はじめ少佐。 1938年8月2日から1939年2月20日、浜中周一少佐。1939年2月20日から1939年4月1日、地区内、高市少佐。1939年4月1日から1939年11月15日、鈴木ともつ厚調 1939年11月15日から1940年10月15日、杉谷長秀少佐、1940年10月15日、橋本金松少佐、1942年4月25日、松田九郎賞作。1943年9月14日から。ありがとうございます。